水田市立中央図書館は、大阪府水田市出口町18-9にある、公共図書館。水田市立図書館の中央館である。2018年度末時点の蔵書冊数は258,206冊であり、内開花は84,839冊である。2018年度の来館者数は177,588人であり、 2018年度の貸出冊数は323,310冊である。2018年度末時点では旧施設が、水田市立図書館を構成していたが、蔵書数は、水田市立千里山、サイデラ図書館に次いで旧施設中2番目、来館者数は旧施設中7番目、貸出冊数は旧施設中7番目だった。水田市立中央図書館に付随する設備として、 水田市自動車文庫、夢文庫があり、二十七箇所のステーションを月一回の頻度で巡回している。考え貸し出し冊数、貸し出し期間は、図書、紙芝居、雑誌、漫画が十五点までで二週間、AV 資料が三点までで二週間である。長期休館中の二千十九年九百七十一年以前の水田市立図書館は、水田市民会館の五階六階にあったが、 床面積は822平方メートルと狭く、座席数も188席しかなかった。1940年に市政施行している水田市は市政30周年記念事業の一つとして新図書館の建設を計画。1970年12月に着工し、1971年11月25日に開館した。開館当初の名称は、 水田市立図書館だった。新館の公費は3億9074万4千円であり、内訳は、国補助金が1500万円、大阪府補助金が1500万円、地方債が2億4600万円、一般財源が1億1474万4千円だった。鉄筋コンクリート造り4階建てであり、 延べ床面積は3352平方メートル、図書収容能力は14万冊となった。母子閲覧室と児童屋外閲覧コーナーは大阪府で初の試みとされる。1971年度末の蔵書冊数は33386冊、1971年度の貸出冊数は91冊だった。百七十七年度末には、 貸し出し数が396,509冊でピークに達し、1977年度末の増書冊数は75,994冊だった。1978年には、水田市2番目の図書館として、千里ニュータウンに、水田市立千里図書館が開館し、水田市立図書館は、水田市立中央図書館に改称した。 この後も相次いで文館が開館しており、中央図書館は貸し出し冊数を減らしている。1996年度末には増書冊数が21万204冊となり、初めて20万冊を超えた。2019年4月1日には耐震補強工事と施設の改修工事のための長期休館に入った。もともとは2020年8月に、 リニューアル開館予定だったが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響で同年12月18日に延期され、結局は2021年1月にリニューアル開館した。1971年の開館時、玄関ロビーには1970年の日本万国博覧会でニュージーランド館に展示されていた巨大兵器が太平洋が復元された。 壁画は縦3メートル横7メートルであり、約1万5000枚のモザイクタイルを用いて、日本やニュージーランドの地図が描かれている。1階と2階の階段踊り場には、日高消防が制作したオブジェ、真理が展示されている。玄関前には、W ・ラレンが制作したオブジェが展示されている。日本万国博覧会で、ニュージーランド館に展示されていた巨大壁画、太平洋。 ありがとうございます。